何があるんだ。何がって、シナプスにビンビン来る A ランクの美男美女が目白押しさ。しけたバーチャルポルノのブサイクどもとは訳が違う。ハートをがっちりつかまれ神経もぶっ飛ぶ極上の体験、ピュアなデジタルエクスタシー、一度やったらやみつきよ。なかなか口がうまいな。売り文句じゃなくて本気の警告。うちのは完全カスタムだから、シナプスごと行っちゃうかも。耐える自信ある？ぜひオービタルエアを選びください。カスタム BD か、確かに魅力的だ。じゃあルールの説明ね。無許可の録画行為は厳罰の対象よ。ドラッグとおさわりは禁止。気になる子がいたら直接声をかけずにカタログで探す。その子の BD を受け取ったらボックスに入る。そんな初心者に見えるか。分かってるって。あらそう。じゃあどうぞ楽しんでらっしゃい。ビージーズへようこそ。何か？あら、かわいこちゃん。かかってきな。へえ、その服どこで買ったの？もう違う。あまり心温まる話じゃないんだ。よかったら聞かせてくれ。リジーは実在の人物で、ここをストリップバーとして運営してたんだ。女の子の給料はちゃんと出てたし、身辺警護までついてた。いい店だったんだぜ。だが何かあったんだろう。ああ、タイガークローズの連中だよ。ある時クローズの一人が店の女の子を殴ってな、リジーは一切の迷いなくそいつの弾を撃ち抜いた。あくる日連中が押しかけてきて、リーズは殺された。だがクローズは結局この店をモックスに渡したんだろう。まあな、モックスは連中と交渉したのさ。幸い混乱は最小限で済んだがな。今のボスはスージー級でも看板は当時のままにしてある。そして今日の繁栄に至るわけだ。どんなメニューが？エブリン・パーカーを探してる。ここにいるか？あんたは？未来の乗客だ。質問に答えたらチップも弾む。ありがたい話だね。だが悪いな、おしゃべりのサービスはしてないんだ。大丈夫よ、待てよ。私の客だから。
エブリン・パーカーよ。一目見ただけであなただって分かったわ。ゼンゾン、確かに好きだが、どうして知ってるんだ。仕事相手のことは何でも知っておきたいの。もしくはただの勘かまで。聞かせてくれ、なぜこんなところに呼んだんだ。正直場違いに見えるんだが。褒め言葉と取っておくわね。ついてきて。誰にも聞かれずに話せる場所があるから。ラウンジにいるわ。待てよ、誰か訪ねてきてもいないことにして。体の隅々まで私たちが取り出す。別に何もないっす。本当にそれじゃ本当のことを言ったらどうなのよ。だから何もないんだって。デクスからいろいろ聞いてるわよ。相当腕が立つんですってね。それに信用もできるとか。評判通りだといいんだけど。そもそもデクスの言葉なんて鼻から信じてないくせに。褒めてるのに素直に喜べないの？いや、お世辞を言うタイプには見えないだけだ。デックスもなかなか見る目があるのね。彼との付き合いは長いの？彼と組み始めたのは最近だ。フィクサーは2種類いるって話知ってる？一方は厳しく管理して決まった人材を使い続けるタイプ。忠誠心と統制を何よりも重んじ、相手に信用を置く。デクスター・デ・ショーンはもう一方のタイプよ。もう一方のタイプ？どういうことだ？いわゆるヘッドハンターよ。彼らは他人に信用を置くような真似はしない。あくまでも自分と自分の直感のみを信じ、可能性にかけていくタイプ。もしその賭けに失敗したら、途端に全てを失うことになる。今回はデクスの直感が正しいことを祈るわ。本題に入ろう。仕事の内容を教えてくれ。今回の目標についてはすでに聞いてるわね。レリック、通称魂の救済。目当てはそのテクノロジーだろう。相手はあの荒坂だ。つまり相当危険な作戦になる。荒坂はこの人格移植テクノロジーに何十億もつぎ込んでる。でも私が欲しいのは中にあるデータよ。チップはコンペキプラザホテルの一室に保管されてる。行ったことは？企業の高級ホテルだろ。あいにくそんな贅沢とは無縁でな。うん、とっても素敵なところよ。きっと気に入るわ。で、チップの正確な場所は？最上階よ。頼信荒坂のスイートにあるわ。あの頼信荒坂がナイトシティに？スクリームシートを見てないの？メディアが騒ぎ立ててたじゃない。最近のニュースは彼のことばっかりよ。サブロー荒坂に残された唯一の息子、荒坂帝国の次期社長。次期社長？ナイトシティにいる間に玉座を奪うとでも？荒坂家の真の狙いを知る人はナイトシティにもごくわずかしかいないわ。あんたはどうなんだ？頼信ほどの大物ならかなりの警備を敷いてるはずだ。ホテルは要塞化してるだろう。彼は警護をつけないの。一切ね。昔全員クビにしてからずっとそう。あ？なぜだ？聞いたことない？荒坂の情報力は、ナイトシティでくしゃみをすれば東京で桜が散るなんて言われるほどよ。
警護班を通して父親に情報が筒抜けになるのを恐れてるの。つまり標的は荒坂社じゃなく頼信一人ってことか。頼信はお飾りに過ぎない。何年も前に父親の信頼をなくしてから力を奪われてる。三郎は彼をずっと飼い殺しにしてたけど、また何か企んでると知ったらいよいよ切り捨てるでしょうね。何か隠してる情報があるならもったいぶらずに教えてくれ。なかなか鋭いわね。頼信は荒坂の研究所からチップを盗んだの。すでにネットウォッチとは交渉済み。彼らに売るつもりよ。何が言いたいかわかる？それともまだ説明が必要かしら。頼信は見返りに何を得るんだ？そこは重要じゃない。あなたはチップに集中して。ネットの番人が差し出せるものといったら敵に関する情報とか。だからそこはどうでもいいのよ。あなたがチップを手に入れたら取引そのものがなくなるんだから。待て、ネットウォッチは中立の存在じゃ。確かにネットウォッチは全ての企業にセキュリティを提供している。それが彼らのビジネスだから。でもね、今はまさに戦国時代。自分だけ成人でいることなんてできない。勝つにはなりふり構っていられないのよ。頼信が密かに盗み出したならチップは荒坂に警備されてないってことか。で、どこに保管されてるんだ？有機体の神経環境を模倣する専用コンテナがあるみたい。見た目は一般的なブリーフケースに近いはずよ。ケースはどこに？それはその目で確かめてもらうわ。そうね、他に質問がなければすぐにでも。頼信についてもっと情報はないのか？山ほどあるわ。彼は東京で財政学とバイオテクノロジーを学んでる。後継ぎなだけに他の道はなかったみたいね。でもその後自らの道を進むために荒坂社とのつながりを断った。いろいろあって結局戻っては来たけど、その時のわだかまりは残ったまま。まさに異端児ね。でもそれは頼信の一つの顔に過ぎない。自身が考える荒坂のあるべき未来を見据える切れ者としての顔もある。頼信も所詮権力に飢えた企業の犬ってことか。うん、さながら皇帝の子として生きるのがどんなことか想像してみたことある？何もかも手に入るけど何者にもなれない。サブロー荒坂の名声の影にいる限りはね。哀れな人なのよ。でもだからこそ私にはその葛藤がよくわかる。そこにつけいるってわけが。もう一つ教えてくれ。そのレリックってチップには何が入っているんだ？あなたには一切関係ない。頼信が荒坂から盗み出した上ネットウォッチに流そうとしてる品物だろう。その中身を関係ないで済ます気か？ウィー、レリックのことはこっちの問題よ。あなたは自分の仕事の心配をしてればいい。約束通りしっかりこなせば報酬はたっぷり支払うわ。もう十分だ。で、次は？ここからが本題よ。来て、計画に役立つものを用意したわ。コンペキプラザのブレインダンスよ。 BD が何の役に立つ？欲しいのは情報だ、スリルじゃない。あなた、 BD の使い道がボックスで見るバーチャルポルノだけだと思ってるの？ BD は究極の分析ツールよ。ブースターを使っても知覚できないような細かいディテールすら漏れなく把握できる。まさに必要な情報でしょ。で、中身は？頼信の部屋の記録よ。中の様子がわかるわ。お宝は自分で見つけた。十分な情報が取れてるといいんだけど。ちょっと待て、あんたが記録したのか？ええ、記録用インプラントでね。いけない？頼信の部屋が記録されてるってことは中に入ったんだな。面識があるのか？私がどうやってこれだけの情報を得たと思ってるの？
彼のことはよく知ってる。よりのぶとは互いに利益をもたらすビジネスパートナーってところかしら。 BD はすぐ見れるのか。ジュディがやってくれる。モックスの子でね、彼女とは長い付き合いなの。V、大事な話をさせて。ジュディは何度も私を助けてくれた。誰よりも信用できる子よ。でも彼女はモックスの一人であって、決してあなたの仕事仲間じゃない、うん、それを忘れないで。いや、行くとは言ったの。余計なことは言わないよう注意して。心配するな。その辺の分別はある。仕事でもプライベートでもな。エヴ、待ってたよ。彼は B、 例の BD の件で連れてきたの。こっちはジュディ、最高のブレインダンスエディターよ。ちょっとやめてよ、ムズムズする。すごい機材だな。ブレインダンスの処理にこんなに必要なのか。まあね、分析機器に感覚信号増幅器、音波と感情波モニター、表情変化器。ジューディー。はいはい。 BD はコンパイル済みよ。どう、なんとかなりそう。まだ生に近いけど、ま、大丈夫でしょう。とにかく B が深く潜り込めるならいいわ。じゃあ早速調整から始めようか。たまに舞い込んでくるジグジグストリートのどぎついポルノに比べたら全然余裕だから。じゃあ早速潜って直に見てもらおうかしら。いいわね。 B はどう、生もののブレインダンス、これが初体験でしょ。生ものってどういうことだ。既製品とどう違う。そうね、既製のものでも、ああもちろんちゃんとしたものであればだけど、現実では到底味わえないような感情や印象を与えてはくれるの。ただし大量生産品だから管理できるように制限をかけてハードコードされてる。ところが生ものはまるで仮想空間にいるような体験ができる。動き回って細部を調べたり、市場に出回る BD でもエディターがまず生もののレイヤーにある感情や欲求の発露を見つけ切り出してるわけ。じゃあ座って、早速始めるから。感覚プロフィールってなんだ。感情反応と認知機能のモデル化、その上で調整を加えないと生ものの BD には耐えられない。これをやっとかないと起動した途端に気分が悪くなったり吐く可能性もあるから。それに最悪の場合。なんだ、もったいぶるなよ。あなたのシナプスがカリッカリに焦げる。ま、そんなことは起こさせないけど。どうぞご自由に。でも痛いのは勘弁してくれ。大丈夫、これは痛くないから。それじゃあじっと座って私を見て、分析ソフトを実行するよ。ちょっとヒリヒリするから。わかった。 OK、 次は視覚とその他感覚信号の設定ね。視力検査の時みたいにこの2つの画面をよく見て。こういう依頼は多いのか。まあね、でもいつもはクラブの子たちが使うやつだけど、要はポルノ用の調整ばっかり。より深いオーガズムのため。というより不要な情報を遮断するため。逆にとってセックスはもはや日常の一部だから気が散っちゃうの。買い物のこととかすぐ雑念が浮かぶ。でも感情の組み合わせ次第で忘れがたい特別なひとときに仕立てることはできる。そこが腕の見せ所ってわけ。あとは通格リミッターを入れて。よし、準備完了。じゃあ
プロフィールのテストから始めるよ。サンプル BD を使ってエディターに慣れてもらう。さて、どれがいいかな。私の記録を使えば時間の無駄じゃない。リスクヘッジよ。すぐ終わるから。確かここら辺にあった。中身は何だ。ヘイウッドで起きた強盗。とんだ素人連中だし、出どころも不明だけど、調整にはまさにうってつけ。準備はいい？始めてくれ。ええ、先に調整済みのもので慣れてもらって、それから編集モードに入りましょう。ライブ開始まで3、2、1。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い、外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。いいか、出し惜しみはなしだ。アドレナリンが出れば出るほど BD の値段も上がるからな。よし、行け。全員捨てろ。さっさと仕上がれ。床に傷をするんだよ。金を出せ。さっさと司令塔をぶっ殺すぞ。ちょ、待ってくれ、落ち着いて。早くしろ。頭吹っ飛ばされてるのか。ああ、大丈夫。コルチゾールとアドレナリンが急上昇したけど、ホルモンブロッカーが効いてくれた。あなたの体は何ともないよ。強烈なショックだった。まだ感覚が残ってる。あの最後の瞬間、死ぬのがどれだけ痛いか忠告してくれてもよかっただろう。本当の死の痛みはあんなもんじゃないよ。あんなもんね。ま、心配はいらないよ。設定は完璧だし、編集モードに切り替えるね。記録者の感覚配列から B を切り離すよ。そうすれば場面全体を自由に観察できるようになる。分析モード中はカメラを自由自在に動かせる。移動もズームも全てが思うがまま、自分だけのサンドボックスってわけ。分析モードでは再生速度を調節できる。必要なら一時停止も可能よ。コンソールを使って再開できるからやってみて。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い、外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。すごいでしょ。でもこれだけじゃない。早送りも早戻しも好きなようにできるんだから。早速最初のとこまで早戻ししてみて。うん、OK。 じゃあ今度は早送りして。余計なことはしなくていい。OK。 ちなみにリセットして一番最初のとこに戻ることもできるの。やってみて。さあ、こっからが本番。そもそもの目的はこれだからね。分析モードでは記録者が BD に取り込んだ環境を探索したりスキャンしたりできるの。銃にフォーカスを。最初のシーンで相棒から受け取ったやつ、それをスキャンして。余計なことはしなくていい。なるべく人間に向かって、小野郎共にこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。いいか、出し惜しみはなしだ。よし、ここだね。上出来よ。続けましょう。さて、分析モードでは記録者の近くで発生したノイズや会話を拾うことができるの。 BD は記録者本人が意識してなかった光景や音まであらゆる細部を記録してくれる。エディター内でオートレイヤーに切り替えると各信号の発信元が視覚化されるはず。早速やってみて。
店内にいくつかの音声パターンが表示されてるでしょ。一つを選んでフォーカスしてみて。タバコとブローゼフのパック、あとザッパー2つ。はいよ。今日はカレー味とサーフ&ターフ味がお買い得だ。全員捨てろ、さっさとしろ。ご感想は？信じられない。本当にすぐ隣で起きてるみたいだ。これが BD レコーダーインプラントの力よ。あらゆる背景情報を記録し、エディターの機能で細部を引き立たせてやるの。そのまま音の分析を続けてみて。飽きたら次に行くよ。生データには記録者のサイバーウェアが取得した別のレイヤーが含まれていることもある。というと？ヒロシの赤外線検知ウェアをつけてるエブリンの記録なら、熱パターンの分析ができるってこと。なるほどな。じゃあ、男がカウンターの客を殴るまで待って。何？床に傷するんだよ。スキャンは人間にも使える。そこの怪我してる子に近づいてスキャンしてみて。それじゃあ次、強盗が痛い目に遭う場面まで移動して。さっさと司令塔をぶっ壊すぞ。ちょっと待ってくれ、早しろ。アダストの早。わかる？彼はこの時自分がどう撃たれたか見てない。でもあなたは見れちゃうの。どう？ワクワクするでしょ。入り口の上の方で点滅してるのが見える？監視カメラよ。撃ったやつを捉えてるはず。確かめてみて。映像は店員の後ろの画面に送られてる。冒頭の視界に画面が入るところまで戻してスキャンしてみて。撃ったのは彼の相棒。きっと最初からそのつもりだったのね。この手の BD はブラックマーケットで高く売れるから。リアルな死の体験はマニアが飛びつくのよ。さて、もう十分ならいつでも終了して。すごいでしょ。ここで扱うやつは残念ながらほとんどお一人様用だけどね。じゃあそろそろ本番に行くよ。いや、ちょっと休憩させてくれないか。まだあの瞬間の感覚が、くそ、消えないんだ。 B、 時間がないのよ。しっかりして。そうだな。よし、じゃあティーバッグドリンクして始めよう。ちょっと誰よそれ。仲間のランナーだ。セキュリティ専門、分析に協力してもらう。別に構わないだろう。いや構うんだけど。話が違うよエブリン。ティーバグはプロだな。それも意識が高すぎて困るくらいのな。信用できる。だから何なのよ。ちょっとジュディ、あなたを危険にさらすようなことはしない。わかるでしょ。わかった。そのランナーに連絡したらダイブするよ。B、どうしたの？マグ、聞いてくれ。コンペキプラザの情報が手に入った。ブレインダンスだ。コンペキ？そんなことかと思った。誰かと一緒なの？ジュディとエブリン、大丈夫だ。 BD のことで手伝ってもらってる。そうで、肝心の要件は？お前の力を借りたいんだ。ダイブしたら何に注意すべきか助言してくれ。分かった、やってみようか。接続開始。私のアクセスを許可してくれる？
ポート1779を開放。セキュアプロトコル。よし、今リクエストを送った。来た、準備はいいか。待って、OK、接続を確認。あとは簡易アイスを。よし、踊りましょうか。ジュディ、始めてくれ。さあ、頼信がレリックをどこに保管してるか突き止めるのよ。宅配便のご到着か。エブリンの彼女の恐怖を感じた。すぐに平静を取り戻したが。いい加減しつこいぞ。これでは私の立場が。全ては大義のためだ。くつろいでてくれ。こっちはすぐに。会話をよく聞いて、重要な情報があるかも。じゃあすぐに終わる。プログラムはまだ試験段階です。市場に出すわけには。いちいちうるさいぞ。あなたのお父様はこのプロジェクトに強い関心を示されています。リスクについてきちんとご説明を受けて。そこまでにしておけ。あの干からびた老いぼれの話を俺にするな。あいつから聞くことなど何一つない。何のビジョンもない小山の大将。今のは聞かなかったことにします。ならばこれを聞け。サブロー・アラサカは時代遅れの理想にとらわれた暴君だ。現実を直視することを諦め、未来に目を向けることを拒み、そもそも存在したかも怪しい過去の世界を夢見てやがる。この20年あいつとは目を合わせたこともない。そしてこの先もないだろう。レリックの保管方法についてですが、非常に特別な環境が必要になります。必ず資料をお用意ください。今の聞いた？レリックの資料がどこかにあるはず。探してみて。その音は換気と空調？ってことはサーバーね。機材を冷却して管理してる。すぐに終わる。プログラムはハウマルゴルフロー
すわけには。いちいちうるさい。あなたのお父さんはこの部下に連れた身に。装填済み、セーフティーはオン。実際にこの部屋に行ったとき、役に立ってくれそうね。特殊な温度調節コンテナのマニュアルね。レリックは低温で保管しろって。冷凍庫に入れとく必要があるってことか。ええ、そうしないと損傷する。オッケー、エディターのサーマルレイヤーをつけて。温度が分かれば、ヨリノブのチップを見つけやすくなる。何かお祝い事でもあったようね。そんなとこにあるわけないでしょ。この中じゃ温度が低すぎてチップが損傷する。未来に目を向けることに。ジラジラで、ずっと入る。
次。アグマソディアの紳士。ただの冷蔵庫ね。温度がガイドラインと一致しない。ここじゃない。